目標の物資は深度450の沈没船の中だ。雲海中に没したままの船内を探索するのは困難なので、フロートとクレーンでまずは船体自体を引き上げる。その後に各班に分かれ船内を探索、目標を発見次第回収作業を開始する。ではまずはフロートの取り付け作業からだ。配置につけ。高い金払ってんだからしっかりやれよ。偉そうに。あれか。かなりの年代物だ。それにあれは推進機かな。あんな形のもの見たこともない。どこの国の船だ。見てくれば情報通りだな。問題は中身か。固定完了。内部探索に移行する。見事な手際だった。なかなかやるじゃない。本業をなめるなって。各班準備のできたものから侵入開始。さて、俺たちも行くか。お前も来い。え？こいつも連れて行くっていうの？シン。お前らだけじゃ不安だとよ。何ぼーっとしてんの？言われたろ？ついてくるんだよ。